さあ、2回目のワクチン接種後、8時間ぐらい経ちまして、今、私、上がらないほどじゃないですけど、肩は痛いです。触ると結構痛いです。のんちゃんは？私もそうですね。肩までは上がりにくいかなっていう感じです。はい、熱とか体調の方は？は大丈夫です。大丈夫。僕も熱とか体調は大丈夫です。はい。で、20歳の息子が、肩が痛いのとちょっと微熱っぽいかなという。いつもよりかはちょっと。はい。で、8時間後ですね。はい。ちなみに今、嫁さこさんは、はい、ゴリゴリの家着なので、はい、家着なので、すいません。すいません。はい、もうダルンダルンの服着てらっしゃって。ダルンダルンの家着なのですいません。はい、さあ、これからまた数時間後、またちょっとどうなってるのか、報告したいと思います。はい。さあ、2回目の接種から、半日、ちょい経ちました。はい。現在、痛かった腕が、はい、さっきまでこの辺も曲がってたんですけど、はい、もうこの辺ぐらいでも痛いです。はい、あとこっち五十肩で、もう両腕使えない状態ですけども、はい、ちょっと熱測ってみたいと思います。はい、36.6 なんですけども、はい、私普段35度台後半なので、うん、やっぱりちょっと微熱はありますね。はい、倦怠感もあります。のんちゃんどんな感じですか？はい、私ももう全身の倦怠感と微熱っぽくって、はい、熱が出る前のような感じになってきました。その俺もその感じ、はい、ちょっとボワーっとして、ね、ちょっと頭痛も軽くありますけどね、はい、腕思った以上にちょっと痛いです。痛いですね。もう上がらないですよね。はいはい、また明日朝起きてどのような状態になってるのか報告したいと思います。はい、以上です。はい、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。ただ今、朝、6時過ぎです。腕の痛み、めっちゃ痛いです。そして体のだるさが半端じゃないです。寒気がすごいです。熱は8度にまではいっていないですが、それに近い感じで、きついです。とにかく体がだるくて寒気がすごいです。丸24時間経ちました。結局僕は、8度いくかいかないかぐらいの、まあ微熱ぐらいの感じだったので、まだ解熱剤は飲んでおりません。あと腕の痛み、全身の倦怠感、一番きつかったのが寒気がもうとにかく寒くて、それが一番大変でした。はい、のんちゃんは？私は今が一番熱が高くて38度なので、それと頭痛が結構あるので初めて解熱剤を飲みました。腕の痛みとわあ、だいぶマシで、そうだいぶ上がります。あ、そう、ほんまやな。痛い倦怠感も昨日の方がって感じでした。俺今日の方がやな。引き続き、今日の夜ぐらいまでは検証してみたいと思います。あと20歳の息子は、はい、8度を超えたので、今のところ2回お薬、解熱剤飲んだみたいです。はい、2回熱が上がったという感じです。はい、はい、引き続き検証したいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ朝、寝起きから12時間経ちました。はい、現在私熱はございません。はい、若干本当の軽い倦怠感と、腕もだいぶ上がるようになってきました。のんちゃんは？軽い倦怠感が残ってます。で、りく息子は、はい、解熱剤を2回ぐらい飲んだかな。はい、で、同じような感じですね。倦怠感と、はい、微熱が残ってる感じです。はい、基本的には至って3人とも元気です。はい、はい、宮田